十二レース四号艇の北村誠二選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。小島は昨年の九月周年記念以来ということになりました。今回は主要三節で二連対率が四十一パーセントの五十二号機なんですが、全県乗った感じはいかがでしたか。 まあ、まだちょっとはっきりとは分かってないんですけど、はい、まあ、悪くはないと思います。はい。前見日は前節よりも気温の方がちょっと上がっていたんですが、そのままでまずは乗ってみられた感じなんですか。そ,そうですね。とりあえず、そのまま様子見ました。はい。すごく待っていないという声も多かったんですが、うん、回ってなかったですね。はい。はい、それはまあ、想定内かなと。そうですね。はい。はい。そして、また初日になると、小島の場合は雰囲気も変わってきますから。うん、そうですね。まあ、あの、明日考えようと思って。 で、今日はそのまんまにしてます。はい、全県、はい、タイムは6秒69とこの班ではいい方が出ていましたが、このエンジンはプロペラをどう叩いても伸び方になるんだと前回の方はおっしゃってました。あー、見たいですね。はい、はい、だまあまあ様子見ながらあの慎重に行きたいと思います。この伸び方というのは割と好きな方ですか？はい、いや僕出足の方が好きですね。はい、はい、ではそこを様子見で、しっかりとプロペラを合わせて仕上げてとそうですね。はい、はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい頑張ります。